平野紫耀、神宮寺んぐうじゆうたきゆうたダンス動画でファンを魅了マイナス3人の同時投稿が SNS を席巻。日本の人気アイドルグループナンバーアイのメンバーである平野紫耀、神宮寺ぐうじゆうたきゆうたが24日に各自の SNS アカウントを更新しダンス動画を公開しました。 この同時投稿により、ファンたちの興奮が広がり、SNS 上で話題を呼んでいます。今回のダンス動画は、それぞれが個々のダンサーと共にジャスティン・ビーバーの、ピーチーズ、フィート・ダニエル・シーザー、ギビオンに合わせて踊る姿を披露し、ファンたちを魅了しました。平野紫耀神宮寺ゆうたくしゆうた、新たなダンス動画でファンを虜に、 平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太。これらの名前は、ナンバーアイのメンバーとしてだけでなく、個々の才能や個性としても多くの人に知られています。24日、これらのアイドルたちは、それぞれの SNS アカウントで新しいダンス動画を公開し、ファンたちを驚かせました。この動画では、各メンバーが一人ずつダンサーのキャズセファイヤーと共に、ジャスティン・ビーバーの ピーチーズに合わせて洗練されたダンスパフォーマンスを繰り広げています。このダンス動画の特筆すべき点は、3人が同時に異なる場所で同じ曲に合わせてダンスしていることです。これは通常、同じ場所で撮影されたダンス動画が一般的である中で、新しさと斬新さをもたらしています。彼らのダンスは非常にシンクロし、 プロフェッショナルな技術と表現力を見せつけ、視聴者たちはそのクオリティに感動しました。SNS 上での反応。このダンス動画の同時投稿により、ファンたちの反応は絶賛の嵐となりました。X、w ツイッター。 上では、3人のハッシュタグがトレンド入りし、3人で踊ってる姿も見たい、最高すぎる、全員ダンスうまい、明日が楽しみ、無限ループが止まらない、といったコメントが相次いでいました。ファンたちがこれほどまでに熱狂するのも、3人がそれぞれ異なる場所で同時に踊るという斬新なアイディアに起因しているようです。 また、25日には、トベに所属するアーティストたちが生配信で集結する、10便が行われることが発表され、平野市洋が、親 u Again Tomorrow と呼びかけるなど、今後の展開にファンたちはますます期待を寄せています。ダンスの背景に迫る。 これらのアイドルたちが披露したダンス動画の裏には、彼らの継続的な努力とトレーニングがあることは言うまでもありません。平野志耀、神宮寺勇太、岸勇太は、アイドルとしての活動だけでなく、個々の芸術表現としてダンスにも真摯に取り組んでいます。各メンバーは、個別のダンススキルやスタイルを持ちながらも、グループとしてのシンクロ感も見事に演出しています。 これは単なるアイドルグループとしてではなく、本格的なダンスアーキストとしても注目されていることを示しています。ファンたちは彼らのダンスの進化と成長を嬉しそうに見守っており、今回の動画もその一端を伺わせるものでした。未来への期待、ルービーン、生配信の予告。ダンス動画に対するファンの熱狂の中で、平野紫洋が親 u Again Tomorrow。 と呼びかける場面が特に注目を集めました。25日に行われる10ンでは、飛べに所属するアーティストたちが集結し、生配信が行われる予定です。これには平野市耀、神宮寺勇太、岸優太も参加するとされ、ファンたちはますます興奮を募らせています。 ルービーンの生配信ではアーティストたちが様々なパフォーマンスを披露しトークセッションも行われる予定です。今回のダンス動画がファンたちに提供した興奮を考えると、生配信イベントも同様に大きな注目を集めることでしょう。ファンたちはアーティストたちがどんな新たな一面を見せてくれるのか、そして今後の展開に期待と興奮を抱いています。 平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太。彼らはナンバーアイのメンバーとしてだけでなく、個々の芸術表現としても多くの人に愛されています。新たなダンス動画の同時投稿は、ファンたちにとって嬉しいサプライズとなり、SNS 上で大きな話題となりました。今後の、10便、生配信イベントも含め、彼らの活動に、ますます期待が高まっています。 アイドルグループとしてだけでなく、本格的なダンスアーキストとしても成功を収めている平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太。彼らの今後の活躍から目が離せません。